まあとあるタイミングであの場外馬券売り場行って、で競馬でめっちゃ自信あるレースあったんよ。もうえぐいぐらい自信あるレースあって、僕はそのレースに1頭の馬の単勝の1個だけの買い目に1000万円かけたんですよ。もうめちゃくちゃ自信あったからね。俺がその時1000万勝負した馬っていうのが5、6番人気のまあ中穴と呼ばれる単勝オッズ10倍の馬やったんです。はい、これマジでめっちゃ自信あったし、しかもこれ申し訳ないけどなんか業界の噂みたいなたまーに回ってくるんですよ。もう誰が言い出したか分からんけど、なんか誰々から聞いたけどあのレースのあの馬絶対勝つらしいみたいな、1年に2回ぐらいタレントやから回ってくんのよ。なんかジョッキーと飲みに行ってる先輩もおるし、厩舎の競馬関係者もみたいなおる、みんな口揃えてあれはえぐい、しかも全然人気してないからもうチャンスすぎるってのを聞きつけて、で自分の予想でもバッチンあったから俺その馬の単勝に1000万かけたんですよ。これ俺の押し馬が来たら10倍なんで1億になるんですよ。いや俺さすがに1億は生涯収支ちょっと戻っちゃうよっていうマイナス何億円分の数字変わるぐらいの勝負、これは熱いなと思って、まあこうモニターなんですけどね、レースをちょっと上目にあるモニターをこう馬券握りしめながらこうやって最前でこうやって見てるんですよ。でまあ順番に馬たちがこうゲートに入ってね、でいよいよスタート、ゲートが一斉にバーンって開いたら、18頭立てやったんですけど、18頭が一斉に揃ってパーンって出して、そっからもううわーっておのおのがポジションの取り合いでうわーって走っていくんですけど、僕の押し馬これ逃げ馬って言って最初結構行くタイプやねん。最初結構行って後から抜かされんように粘るっていうタイプの馬で、まあだからオールスター感謝祭の安田大サーカス団長みたいな、最初めっちゃ飛ばすで後から来られへんようにするみたいなタイプ、逃げ馬なんですよ。めっちゃ調子良かったブワーって進んで、かなり快速、足もあなんか楽な軽やかな感じでこう行ってるとね。で角を何回か回っていい感じ、めっちゃいい感じ、めっちゃいい感じって僕気づいたら一人で行ってたんですけど、いけいけおい、いけそのまま、いけいけ、めっちゃ声出しててあんまないんですけど、この序盤で声出すやつ、いけいいぞよし、いけいけ、いや1000万かかってるからマジでえぐいから、さすがにそんな勝負したことないって、いけいけとか言ってるんですよ。かなりいいポジションで結構後ろの馬群を引き離したまま最終コーナー回るんですよ。競馬って最終コーナー回ってラストの直線結構長いけど、そこで、順位が入れ替わるかどうか、そのまま突っ切るかの勝負なんですよ。最終コーナーもちろん一着で回ってはバーンっていって、あすごいすごい、いいぞいいぞいいぞってなって、ほんならね、俺の押し馬を狙い撃つかのようにちょっと後ろの馬群から武豊ジョッキーっていう、まあ、日本で一番有名なジョッキーが乗った馬、これは一番人気の馬かな、がすっごいスピードでこう寄ってきたんですよ。グーンってきて、あやばい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 、いけいけいけやばい言ってるんですよ。そのタイミングでね、僕の左隣にいたおじさんが、さてさて、いけいいぞって言ってるんですよ。どうやらこのおじさんはその武豊ジョッキーが乗ってる馬の馬券を買ってると、タイミング的にも言葉的にも、さてさてって言い出して急にね、俺もいけ残れ残れ残れ、さてさてさて、あー残れって言って、もうレース上も俺の押し馬とその武豊の馬のデッドヒートで、こっちも場外馬券売り場でもその俺とこのおっさんの一騎打ちみたいな、場内に響き渡ってんねん、いけいけそのままやで、さぜさぜさぜとか、もう喧嘩やねん、もうどっちの声の方がでかいかみたいに、うわーって言って残り 200m 結構差縮まってきて、やばいこのままやったら抜かれるかもしれない、うわーそのまま頼む、お願いいけいけって言ってたらね、僕の右隣にいたおじさんがお願い
って言い出したんですよ。お願い、お願い。もうもちろん歯もないんですよ。ね。どっちやと思って。どっち応援してんの？俺は残れ、そのまま行けで、左は、うん、させ抜かせって言って、お願い。どっちや。そのまま仲間や。お仲間や。仲間って分かったから一目作れて、そうですよねみたいなうなずいて、俺行け頼むって、お願いよ、お願いよって、もう二人でもう心強い、一対一で戦ってたから、させおれさせって言ってるんですよ。三人でもうわーって言ってて、そのレースラストほんま10メートルぐらいかな、横に並ばれて竹豊ジョッキーの馬に、うわどうなる、竹豊ジョッキーの馬が一着やったんですよ。最後パーンって刺されて、でその瞬間俺1000万負け、っほな横のおっさんが俺の方を見て、ザー腹立つわこいつマジで、めっちゃ腹立って、ちょ待ってくれ、あ1000万なくなったで、こう膝から崩れ落ちそうになったんですよ僕ね、こうやって、あマジかで、パッて右見たら俺より先に崩れ落ちてた、でも泣いてるんですよ。その形相がすごいから、いやその俺も悲しみたいし俺も悔しいのに、なんか横でこんなえぐい人おるから、なんか悲しもうにも悲しめへんくて声かけたんですね。いや大丈夫ですかみたいな、もうすごかったから、出てこう馬券握りしめててね、でその馬券パッて見たら、俺が応援してた押し馬の単勝に100円しかかけてなかったんですよ。なんやねんお前、100円かよお前、100円でそんなお前よういけたなお前。